はい、こんばんは。これはね、2011年度の高2の真剣模試で、これ生徒に聞かれたところなんですけども、これはちょっとめんどくさいかな。ただし、この時期に数列を習ってる学校もあれば、習ってない学校もあるんやけども、聞いたら上野が丘、舞鶴は習ってて、大分西の理系は習いかけってたんかな。文系は習ってないって言ったけど。ですね。はい、じゃあ行きましょう。B7。等差数列 AN があり、A2 たす A3 イコール13、A4 たす A5 が25があると。1番、数列 AN の初項を A、交差を D とするとき、A と D の値をそれぞれ求めなさいと。2番、1を A1 個、2を A2 個、3を A3 個のように、K を AK 個ずつこの順に左から右へ横1列並べてできる数列を BN とすると。この数列 BN に初めて現れる10は第何項かを求めなさいと。3番、2の数列 BN において第300項を求めなさいと。また数列 BN の初項から第300項までの和を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。シグマっていう記号出てくるけども、シグマを習ってるか習ってないですね、この時期に。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと修正液入ってますけど。はじめ、何だっけ。A2 が A たす D ですね。A3 っていうのは A たす交差2個分の 2D ですね。で、A4 っていうのは A たす 3D ですね。A5 が A たす 4D。じゃあこれで、整理するとこれ。じゃあ1、2より A が2、D が3。これ解答ですね。で、一般項は AN イコール初項プラス N-1D だから、3N-1 になります。これ2番で使います。ですかね。じゃあ次。A1 はこの中入れると2ですね。A2 はこの中入れると5ですね。A3 は8。だから2、5、8っていうふうに増えていくと。じゃあ数列 BN ってどうなっているかというと、1が A1 個、つまり2個ということですね。2が A2 個。A2 っていうのは5ですね。5個と。A3 が8だから3が8個。だから1が2個、2が5個、3が8個。だから K が AK 個あると。っていう並びになってる。左から順にね。で、初項から最後の9。今回欲しいのは2番。初めて現れる10だから、その9の最後まで、9の最後までに第何個、工数が何個あるかを数えましょう。じゃあ、初項から最後の9までの工数は、工数ですよ。だから、これ足していけばいいですね。A1 足す A2 足す点点で A9 を足していくと。これ、実際これ2足す5足す8足すって、こんなシグマ使わなくても出るんですけども、一応シグマ使うと、シグマの K が1から9、ちょっと間違えたね。K が1から9の AK、つまり、シグマの K の1から9の 3K-1。あとはシグマの計算をしていってください。そしたらね、126になります。つまり、9の最後までで126個と。ということは、初めて現れる10は第127個と。第127項目と。としてください。次。第300項が N としましょう。第300項 N ね。じゃあ、初項から最後の N までの、だから、これ問題は第300項って書いてるけど、第300項が、今回14なんだけど、答えはね。14、だから聞くね。こう、14と。で、第300項が、だから14、14、14、14、並んでるじゃないですか。で、これが第300項としますよね。でも、301項目も14、302項目も14ですね。だから、ちょっとめんどくさいので、こう考えます。第300項が N とすると、初項から最後の N までの項数が何個あるか。だから N っていうのは、その数字の、さっきで言うと14の末項じゃないので、末項かもしれんけど、末項じゃない可能性が高いので、初項から最後の N までの項数は、じゃあ、さっきの、AN のこれですね。3N-1。これ使えばいい。だから 3K-1 を使っていけば、だから K21、K22、K23 で N 入れていくと、で、これを計算すると、2分の 1N カッコ 3N 足す1になります。よって、300は最大でもこれってことですね。だから300はこれより、これ以下と。でも、N の1個前の N-1、N を N-1 に変えたんですよ。これのね。よりは大きいはずと。
だから第300項が N-1、あ、だから初項から最後の N-1 までの項数よりは多いですよね、300っていうのは。だからこの式ができると。じゃあこれを満たす自然数はもう自然数入れていってください。14になります。じゃあ回答14で、最後の13までの項数は、さっきのどれだっけ、あれ、この式か、この式に代入すると260個になります。ということは300から260引いて40だから、ということはこうなりますよね。1が A1 個、2が A2 個、3が A3 個で、13が A13 個と。で、最後の14は40個と。40個ってことなんで、14×40 と。つまり、A が1が2だから、H が2で、A2 が5、A3 が8だから、1×2×2×5×3×8+、で、A13 が38になりますので、13×38+14×40。これ全部足していってください。シグマで書いてもいいんだけど、こんなのめんどくさいので、もうこれ、書いていってください。本当はこれ13までだから全部書いた方がいいかな。私ちょっと省略したけど。答え、2926と。ですね。2926。ここまで出してください。はい。じゃあ、以上になります。高校2年生頑張れ。